はい、どうも、妖怪チップニックに今回もやっていきます。9日目100ポイントゲット。はい、今回はね、ちょっとお知らせにいろいろ来てるんですが、まずバレンタインキャンペーンが今度はコキビちゃんで来てまして、大きい陣でコキビちゃんって来たから、次ダッキーさんもあんのかな。またね、噂の10連記念コイン三国志と時計の書、今度魔人ですね、エンマウォッチが手に入るスタンプということで、で三国兵法書のミッションも追加されたということで、で暴走ノルソルかなが追加になったかな。はい、なんで今回のイベントでこの時計の書は何、今回のイベントだけなんかね。はい、一応ログインでゲットらしいので、でもこれ倍もらえるもらえんのか、だったら3アカ回したかったんですが、ちょっとねガシャはごめんなさい、メインアカウントしか Y ポイント溜まってないのでガシャをメインアカウントだけにさせていただきます。時計の書はなんか2冊しか落ちないけどね。でもどうなんだろうね、時計の書とかってさ、あの1から作る人はね何十冊っているからあれだけどね、なんで今日はちょっとねまた3アカガシャと、メインアカウントだけね、コキビちゃんガシャ、ZZ ガシャか、回したいと思います。まあ一応ね、これ2番目のアカウントなんだけど、暴走ノルソルは持ってまして、これ横取りアップか。なるほどね。なんで横取り勝ちやすくなりましたね。一瞬で数えきれないほどプニケースだから強いんだよね。これでコンボが溜まってドッカーンみたいなね。だから極炎魔、暴走ノルソル、まあ、極炎までいいのかな今はな極炎までいいかもなそしてスキル2がね、できてるんで、これね、乗るかそれかの真の姿ってことでね。はい、これいつの間にか妖怪三国志になってんなはい、まあ乗るソル追加ということで、メイヤーか持ってないでね回したいと思います。一応ミッションがバレンタインキャンペーンのミッションが追加されてます。武道会ガシャ10連で、あ、そうなんだ、大き人の書がもらえるんだね。そしてノルソルは20連か、で40連でコキビちゃんね。なるほどね、難しい。はい、であとガシャスタンプあるということでっていう感じですかね。はい、じゃあちょっとこの2番目のアカウントは進捗をお伝えしましょうかね。あと10連コイン回しましょう、まあ、あんま期待せずねで一応ねこのアカウントはすごいね、107回優勝、横取りチケットがドロップしなくて1個だけで、あと5個交換できるので実質6個ですね。でお宝がね必殺の G まで横取りなしでいってて、このオレンジがね2個になったら横取りねやろうかなと思ってます。多分ね4枚はドロップ、4枚はね、横取りにしなきゃいけないのかなと、このねウィスパーもそんな感じなのかなと思っております。横取りチケット、そうだ、あと落ちたんでちょっと3番目のアカウント先に紹介しようかな。横取りチケット落ちましたね。あ、ごめんなさい、一応10連コインだけ回させていただきます、すいません。でも横取りチケット落ちたな。時計の3番目のアカウントはどっちかっていうと時計の人が落ちてほしいんだけどね。でも今回の10連コインはいつもよりひどいねまあいいでしょう、まあ、ちょっとワンチャンね今年も、何なんだろうねこの期待感の全くのないコインはね。さあ行きましょう、もう一回もらえるのかな。あとダッキーさんがいるもんね。ダッキーさんね、あ、でも金だ、初めて金ですね。初めて金か、違うか。でもなんか金も出ないようなコインだったような気がする、私が最初に引いた時。あ、チャンス、おお、なんか SS は出るんだよな。まあこの辺全然持ってないな。あ、武士にあんだろう多分、シュラコマ持てまくる。まあごめんなさい、これサブアカだから結構埋まってないわ、三国志妖怪も。止まったりしても期待は薄いな。鳥ちゃん、ダメか。あ、また止まった。これ武士にあるんじゃないかな。シュラコマ、おお、吹雪姫だ、ちょっと嬉しいかも。
この頃までは覚醒吹雪姫も強キャラだったな。はい、じゃあラスト金ポコン。止まるが多いね。白駒キュービだった。なるほどね。はい、まあ楽しむことはできましたね。まああそこ埋まってねえな、白駒かな。はい、じゃあごめんなさい、3番目のアカウント先行きます。はい、これ3番目のアカウントで現在ね優勝69回、チケットはただね4枚も落ちたんだよな。ずるいな、交換なしで4枚5個あるんで、まあ10枚ね、実質使えるんだけど、さらにそれでね今落ちたのよね、11枚。あってもしょうがねえだろうって感じがするんだけど、なんだかな、11枚あったらまあまあ一応お宝はねまだエンマやってるので、うん、まあこれはウィスパーいけるね、エンマ頑張ればだけどね。はい、という感じですね。まあちょっとね周回スマホ3台欲しいよな。3台あったら3赤一気に周回できるんだけどなんか最近ちょっとバージョンの低いスマホで妖怪プニプニ使えなくなってきたんだよな。本当はもう一個ね iPad で、古い iPad を使ってたんだけど、古い iPad がプニプニ対応しなくなっちゃったね。さあ行こう。おお、金は出た。どうせ SS だろうけどな。出た人いるのかな、本当に Z 以上。別に今時さ SSS が出ても全然活躍してくんないのに。あっ、おお、エンラエンラ。ちょっとサブアカだからな、埋まってなさすぎて残念。ちょうどいいね。さあラスト、モテまくる。ああ、ヒノシン。ということですかね。はい。まあ一応このアカウントは全然特攻出てないけど、あ、でもジバニャンいるんでね。ロクオロチは倒せんのかな。はい。あれ、10連、妖怪ガシャじゃなきゃダメなのか。そっか。ごめん、3番目のアカウント。ウォッチがね、今回ゲットできるということで、サブアカはね、ウォッチ持ってないんでね。魔人ウォッチ、これか。ああ、でもベゼルとか、あ、結構、9個、12個、10個、22個だから11冊いるよね。だから全然完成されないんだよな。だからなんか微妙だよな。本当はね、アニマスがね、あと1個だったのよ、このプレート。だからアニマス1冊でも欲しかったなっていうところなんだけどね。はい、この時計の書はどういうことになっていくんですかね、今後ね。このイベントだけで終わりとはあんま思えないんで。まあちょっと気を長くしたいんですけど、ちょっとなんか、わかんないね。はい、ごめんなさい。じゃあ改めてメインアカウントいきます。はい、これメインアカウントで現在はね114回優勝、チケットは2枚ドロップしてますね。なんで8枚だからギリギリ無課金クリアがいけるのかな。で、やっとねスキルをね、めっちゃ時間かかっちゃった、スキルこんなかかっちゃったんだけど、まあ一応突破して、エンマはねあと1体か1個かになってますね。まあちょっとこのアカウントは当たり前だから一番期待してるんだけど、どうなんでしょう。ウィスパーいたら特攻なしで倒せなさそうなんだよな、ウィスパーいても。でもこのアカウントめっちゃ周回したけど、落ちたのはさ全然周回してない3番目のアカウントってことで、なんか難しいもんだね。うん、まあでも必殺の秘伝書もらえるからいいけどさ、落ちないね。はい、というわけでいきましょう。まあメインアカとかはね、ウォッチもあんま関係ないので、はい、この時計の書ね、そういうアカウントに限ってねウォッチの書があるっていうかね、難しいもんですね。さあ行きましょう。なんだっけ、ガシャでした。もういきなり引いちゃおう。三国志コイン、一応金は出るな。青ばっかり。ただメインアカウントはサブアカと違って妖怪は揃ってるはずなんで、止まったら結構チャンスよ。お、ミニ
いいね。さあ行こう。ポン。おー乗るか。金貸せよって。サマツケロだっけ、なんだっけ。はい。さあじゃあ10連ガシャ行きましょうかね。一応王騎陣の兵法書はゲットできるということですね。まあ妖怪三国志のこれスタンプね。こんなスタンプゲットできるツアーもいねえだろう。お、しかも2冊あったって何になるんって感じだよね。黒い妖怪落ちと違って嘘。いやー誰でしょう。いきます。金カップなし。ポン。おりゃ。おお、コキビちゃんが来ました。なるほど、これコキビちゃんが一番当たりなんじゃないかな今回。なるほどね。はい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 、これでメインヤカはウィスパー行けば。コキビちゃんって横取りいるかな。ちょっと最後確認して、これはいけそうですね。横取りでウィスパーいたら勝てるかな。渡しても4だよな。倍もらえるゲット嬉しい。ちょっといいんじゃない。コキビちゃんは今回でも、コキビちゃんはコキビちゃんってプリチーだよね。私妖怪三国志で持ってないから嬉しいな。ミッションなんかあったっけ。これは兵法ゲットだね。大きい陣も意味ないけどね。おきびちゃん欲しけりゃ30連か。いや40連だ。厳しい。あれこれ持ってなきゃ意味ないのか。こきびちゃんはちょっと見ましょう。あれ復活のスキルじゃなかったっけ。天地シエマへのダメージアップ。お、すごいいいじゃん。え、天地シエマか。ダッキさんじゃないのか。これで天地シエマが周回しやすくなるな。戦う時も可愛くなきゃ。やー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 。え、これコキビちゃんで声誰だったっけ。前三国志のイベントでやってたな。あ、復活はあるんだ。じゃあ別にいいか。キジの妹、キジの妖怪で鳥のキジだね。え、ダッキーの妹分、妹じゃなくて妹分。元気いっぱいの美少女だが、何でも自分の思い通りにしたいわがままな性格で、一緒にいる大キジンとよく喧嘩になる。これコキビちゃんって本当の中国の読みな何なんだろうね。空言、空言が呼吸が空言だから、空わかんない、空なんとかだな。という感じで、一応ね封印はバフするって、封印は全部解いてるので、一応ね、あのウィスパーさえ解放すれば、この妖怪三国志のキャラはなんだっけ、一応ダメージアップされるんだよね。なんでちょっとそれで復活スキル組はコキビちゃんにね、任して、なんとかダキさんゲット頑張りたいですね。ウィスパーがいれば、そうだよね、以下のキャラクターがダメージアップする、その中にコキビちゃん入ってるので、一応フユニャンとジバニャンもいるけどね、小生なんで、ちょっと頑張れるかな。はい、まあぶっあ、でもよかったかな。正直あれだよね、 ZZ だけど、お祭り姫がねプリチーはいるから、復活スキル組はとしてはちょっと、お祭り姫いるからな。まあでもちょっとこれでね横取り頑張って、はい、無課金横取りを達成して、まあこれエンマはね横取り
なしでもいけるんで、さっきのね、2番目のアカウント、最初に見せた2番目のアカウントみたいに G も4個落ちて、多分ねウィスパーも4個落ちると思うので、4回ずつの横取り5枚8枚いけるギリギリだから、正直チケットもう2枚ぐらい落としたいな。はい、という感じで、はい、こんな感じでコキビちゃんガシャでした。本当はノルソル欲しかったけど、まあまあいいか。はい、そんな感じでやりたいと思います。はい、とりあえず今回こんな感じです。陽線欲しかったな。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。それではね。あ、でもコキビは横取り時のたまに強さが超アップだから、横取りもなんか楽勝でいけそうだね。ね、うん、これはモルタでいいのかな、このイベント。はい、11日までね、この場所はね、9、10、11、今回14日まででは短いんでね。はい、そんな感じですね。12日はダッキーさんのバレンタイン来るのかなね。あとウォッチの時計の書がね、ちょっとどんな風にするのか。まあでも2冊じゃね、エンマウォッチゲットできないし、魔人ウォッチね。なんで、ずっとイベントで受けの書をちらほらしてるのかな。はい、じゃあすいません。今回こんな感じです。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。それではね、ダブルスキルは何なんだ、このコキビちゃんの。ふふふ。特に内容書いてねえな。はい、すいません。またお会いしましょう。さよなら、バイバイ。こんなん集めんの無理だよね。